皆さん、こんにちは。今回は、23層で望月が火力をやっているところを、ちょっとお見せしていこうかと思うんですけど、まあ、望月ってそんなにその火力がないみたいなイメージがめちゃくちゃ強い人からすることがあって、ああ、望月あんな雑魚雑魚、あんなやつに聞かない方がいいよとか、わかんないこととかね。まあ、あいつマジ雑魚焼きですから、みたいな。まあ感じだったんですけど、まあ俺も今はね、そこそこ火力が出せるようになったということで、まあスキルがね、それなりにまあ揃ってきてるってことで、まあちょっと俺もまあ少しはやるよっていうところを、まあリプレイをね見ながらね、ちょっと、お見せしていこうかなって思うんですけど、まあ、51層あたりから一応火力として、まあ、ノラパとか参加してて、まあ、そこそこ、まあ、火力が、まあ、できるっていう感じで、俺が所属している、まあ、青き月夜と白騎士団っていう、まあ、ギルドがあるんですけど、まあ、そこで、まあ、51層って、なんかその必要なスキルがさ、例えばタンクとか、片手コンブレイクとか、なんかめっちゃその必要なスキルとかが、なんか持ってる人がなかなかいなくて、いや、それね、俺がね、火力するしかなくなるみたいな感じだったんですよ、51層は。でも23層は、火力としてもなぜか、スキルが揃ってて、で、なぜかっていうか、俺はもうアクセルの時代が来ると読んでいたんで、まあ、俺は勝手にそう予想してますよみたいなことを、まあ、ツイッターでもたびたび言ってたんですけど、まあ、それでね、たまたまなぜかね、揃ってしまったっていう感じで。まあ、とりあえずちょっとリプレイを見ていきましょうか。まあ、編成は後でお見せしていけたらなと思います。これまずね、道中ですね、マップ左下に4番さんが行ってるんですけど、この4番さんね、ジャイアント大五郎という方なんですが、もうこの人ね、相当な手だれなんで、まあ、俺が行ったところでちょっと邪魔になるかなと思って、で、実際4番さんもう狩るの早いですね。右下狩ったところでもう狩り終わっちゃいました。で、この次は、右のコーナーは無視して真ん中の方に行きます。まあ、右のコーナー多分違うところの、なんかバリケードみたいなところが解放される場所なんで。で、ここで、ワルキューレリーファっていう、広範囲全体攻撃ですね。で、ワンパンできる装備を作ってきたんで、私、今、ワンパンいたしました。ワンパンまで。あ、なんか氷がついてますね。なんか氷、綺麗な氷、なんとか、あ、なんか変なの光りましたね。なんか、変な光が出るゲームなんですよ、これ。で、光が出たところで、で、なぜかちょっとちょっかいをかけに行くと。で、なんでこんな、しょぼい殴りをしに行ったかっていうと、なんかちょっかいかけたかった感じですね。で、まあ、上の方行って、で、なんかやっぱりジャイアント大五郎さんが一気に勝ってくれたんで、もう俺はワルキューレリーファーが全体攻撃で、まあ、あ、ここでなぜか俺、なんかこうね、なんか変なことしてますね。なんか小細工してますね。こういうね、小細工をするとね、いいのかもしんないですけど、皆さんね、まあ、こういうね、裏技みたいなのをね、裏技でもなんでもないんだけど、ちょっとね、小細工をしていって、で、まずミッドアクセル打ちます。で、これ、ちょんってつくことでちょっかいかけるんですよ。で、このちょっかいかけるのがなんか良くて、で、読みコネクトを打つんですね。で、ここで覚醒すると。なんでダジャクテの敵で覚醒するんだと言ったら、もう覚醒した後にセットチェンジしてもう覚醒が終わっちゃいました。なんでせっかく覚醒したのに終わらせちゃうんですかね。バカなんじゃないのって思うと思うんですけど、なんか覚醒がね、終わらせたかったみたいで、ちょっと気分でね、覚醒をね 終わらせちゃうんですよ。まあそういう感じでやってますけど、ここでね、バーストをね、すぐに打たないんですよね。なんでかっていうとね、ここでね、華麗な回避を見せていく。バーストの無敵時間によって、このブレイクタイマーがね、避けられてしまうんですね。で、これまた来るんですよ。でも、すぐに打ったらあかん、あ、まあ、すぐに打っちゃいましたね。で、ここでまた変な小細工が始まって、で、何に変えたんでしょうかね。で、ここでなんか、変ないかついおっさんのスキルをどんどん殴っていくと。で、これでなんか、また、倒した瞬間に、
息つく暇もなく、なんかまた変な小細工が始まってっていう感じで、これで終わりました解説にもなってねえやちょっとこれさ、ちょっと戻ってみるか。これ最後さ、トータルダメージ何千万、これ1、これアクセルがここで終わるじゃないですか。でここを画面右上見てほしいんですけど、6000万台いってるんですよね。で1覚醒で、まあ、6000万台いってるんですよ。この覚醒使わずに変な小細工をしてたんですけど、でトータルダメージがこれ6000、あれ、あ、もう右上のやつ途切れちゃいましたね。まあまあだいたい6000万ぐらいでしょうっていう感じなんですけど、まあ、他のケースも見ていきましょうか。こちらもね、またまたね、あ、これあれか、セットチェンジを忘れてたので道中セットに切り替えた、場合ですかね。なんか作詞バフかけましたけど、ね、マップの左下、やはりジャイアント大五郎先生がめちゃくちゃ早いんで、もう1匹しか残ってないんで、逆に自分が行ったら、まあ迷惑になる。もっと先に先行して自分が勝っていけば、それだけ先に狩れる数が、まあ、増えると。でそれで、先に、バリケードが解放されれば、どんどんみんな先に進んでいけるので、どんどんみんな先行するために、なるべく各狩り場には少ない人数で、まあ、少ない人数でというか、この人は狩るのが早いだろうなと思ったら、まあ、1人か、まあ、本当に狩りにくい場所だったらもう1人、まあ、狩り場に、まあ、いたら。ここで何かしてますね。これなんかここを使った大事な集会中に、これな、この人何してるんですよね。ジャイアント大二郎っていう名前に、まあ、変えましたけど、これ何してんだろう。これ、あ、さすがにまた名前変えたりしないか。またなんか弓セットに切り替えて、ちょっとね、小細工が始まるんですけど、もうこれでね、最初に、まあ、ミトアクセルでちょっかいかける的なことをね、言ってたんですけど、ちょっかいかけてるっていうよりは、これね、最初にこいつでね、流動ダビバフっていうのがつくんですよね。で、これで、弓コネクトによって、そのバフスタックを上げてるんですよ。で、この弓セットになるべくスタックブーストっていうのを積んで、スタックを上げている。で、覚醒するとスタックブーストが発動して、でスタックが上がるんだけど、もう覚醒セットに用はないのでアクセルセットに切り替えて、まあ、即座にアクセルが始まると。で今までってその火力ってアクセルじゃなくて覚醒で一気に削るみたいな感じだったじゃないですか。じゃあなんで覚醒しないでこんなアクセルで殴ってるのかっていう話なんですよ。しかもフルバーあるのにね、え、なんてアクセルって普通さ、あれじゃん、なんていうの、クールタイムとか気にしないで打てるから、アクセルしてんのに、なんでフルバなんか速攻で打っちゃうのっていう話なんですけど、結局すぐに倒せるかなんですよ。で、そのさっき言った、なんで覚醒じゃなくてアクセルかって話なんですけど、ね、覚醒って、まあ、例えばその、まあ、モッド全盛期とかだったら、まあ、モッドとさ、まあ、直剣元全盛期あたりかだったら、まあ、クールウィッチとか、まあ、それはその覚醒じゃないけど、それ以外はだいたい覚醒で、覚醒率がねすごいいっぱい上がってたんですけど、覚醒って確か仕様的に最初の1枚で 20% ぐらいだっけ。それからは1枚ずつ増やすたびに、まあ、10% ずつ上がって、でソードスキル枠が4枠、アビリティ枠が4枠あるんで、まあ、8つで 10% ずつ8つ分上がって最大 100% みたいな感じになるんですよ。最初の1枚で 30% か、いやじゃあ 20%、うん、30% になるのか、最初の1枚で星4で覚醒レベル5にしたらね。だから、まあ、1枚 10% ぐらいなんですけど、だんだんね、そのモッド全盛期から、時代が変わっていって、コネクトが出たりして、でコネクトもね入れたり、モッドの2枚目とか入れたりして、だんだんね、その覚醒率、まあ1枚でさっき 10% って言ったと思うんですけど、 10% 減るくらいで他にもっとね火力出せるもの、そのさらにバフをモリモリにできるとか、モッド2枚入れるとかでどんどん覚醒率下げても、結局トータルのダメージ、そのエギル石叩いてトータルでこれくらいダメージ出るなって判断したら、まあ
減らしていいかなって、その覚醒の枚数を。で徐々に減るようになってて、でフルバーストの時代になると。でフルバーストの時代になったらモッドとフルバとコネクト、まあコネクトは裏セットに入れる場合もあるけど、だいたいまあ覚醒率がまあ 50%、60%、まあ 40-50% みたいな編成になることが多くなってきたんですよ。で覚醒率 50% って威力的には小刻印と同じくらいなんですよね。で小刻印ぐらいだったら、まあ、もっとバフ盛りした方が強いって話なんですよ。でなんかその覚醒する意味、まあなんかその 50% じゃ覚醒する意味ないじゃんって思うかもしれないですけど、ソロカオスだったら、まあ、すごく大事なんですよね。ソロカオスはそのカオスリコレクションっていうのが貼られるんですよ。でそれの時に覚醒すると、まあそのなんて言うんだろうな、カオスリコレクションを突破できるっていうのかな、まあ、ダメージ計算式上ではカオスリコレクションを受けてない状態になるんですよね、ボスのカオスリコレクションをね。だから、まあ、ソロカオスとか必要だし、まあ、こういう風に、まあ、最後削りきれなかった時とかは、まあ、俺は覚醒セットに切り替えて最後ちょっと、まあ、殴るかなっていう感じなんですけど、まあ、このパテは2分台なんで、まだそこまで切り替える必要はないのかなって思うんですけど、3分台4分台まで行くと最後削りきれないみたいなところがあって、そういう時はまあ覚醒セットに切り替えて、まあだいたい終盤覚醒が半分くらい溜まるんで覚醒して、で溜まったフルバとか、まあ多分バーストでしか打てなくなってると思うんですけど、終盤まあそれで打ったりとか、裏セット俺片手再建がアクアパイルバフの片手再建スキル持ってるんで、なんか未来会議のやつだっけ、ちょっと当たったんで、それでアクアパイル維持しながらで、片手再建のCT 減少コネクトなんでこれさ、ジャイアント大五郎さ、大二郎の次さ大五郎2にしてもさ、大二郎と大五郎2さ同じでしょ。あ、2号にしたねやべ、俺何の話してたっけ。まあとにかくね、まあそういう感じで、まあどんどんその覚醒率まあ減らしてっても、結局ダメージ出るじゃんと。でフロアボス戦はまあソロカオスと違ってカオスリコレクションがないんで、まあ結局のところその31層の時みたいにスタックバフモリモリになる、まあ、ミートアクセルが強くて、でやっぱその覚醒率の部分はまあ、リコレクション貼られてないんだったら、まあ、楽園とか、で、ここの23層ボスって、状態異常スタックが高くなれば高くなるほど、おそらくなんですけど、その覚醒率、刻印枠の部分が上がっていくんで、その証拠に、まあ、楽園とか入れると、状態異常スタック貯めなくても、なんか、そこそこダメージが出たり、そこそこっていうか結構ダメージ出たりするんで、まあそうね、なんて言うんだろうね、なんかそのさ状態上スタックによって上がるダメージ計算式の枠がどこかって考えると、まずその攻撃力とその水ダメダメージ上昇のところが、そのなんて言うんだろうな、その状態上スタックを上げないことによってダメが入んないみたいな、なんかそこの枠ですね。あれなんか説明下手だな俺。まあ、状態上スタック上げるほど、ダメージ計算式をどこが上がるかって考えたときに、その、なんて言うんだろうね、ミトアクセルが、その攻撃力と、水ダメが上がるんですよ。で、仮に、その状態上スタックが上がってないことによって、その攻撃力とダメージ上昇の部分、ダメージ倍率の部分が下がっているのだとしたら、なんでこんなバフモリモリなのに、もうそこの分ちょっと下がったくらいじゃさ、なんか劇的にさ、変わるか、まあ劇的に変わるっちゃ変わるんだけど、なんかその感覚的に違うよと。で、スキル威力の部分が、なんか変わってるかっていうと、あ、これ死にましたね死んだ後にどうムーブするかっていうために撮ったんかな。
劇的にその変わるかっていうと、そのなんて言うんだろう、やっぱ一番その計算式ってその釣り合いを保つバランスよく上げるのが一番いいんで、一番その上がるところがやっぱ状態上スタックので上がる部分だと思ったんで、俺はその覚醒率の部分がそれですね、その状態上スタックで上がる部分だと思ったんで、まあ、そこはなんか状態上スタック上げなくてもまあ楽インでカバーできる部分もあるのかなと思いました。まあ多分ね、あの俺もうなんか本当にさ、ぼやっとしたあの推理でしかないからさ、実際にさガチで検証したわけじゃないんで、ちょっと適当なこと言ってる感もあるかもしれないですけど、まあなんか俺はなんかそう思いました。実際楽インやっても状態上スタックあんま入れてないのになぜか、まあ、ダメが出たっていうのがあったんで、でまあ俺のまあ火力どれくらい出るかっていうのは大体見せられたと思うんで、まあ本当に上級者だとねこれでもね、まあ、弱って思うかもしんないですけど、まあなんでかっていうと、まあなんでかっていうとっていうか、なんつうんだろうね、これね、まあその動画見たやつよりは3凸ぐらいはしてるんですけど、あのアクセルアビリティを貫突するとアクセル効果時間が延長するんですよ。アクセルタイムですね。だから、まあ、これもっと凸れば1アクセルのダメージが伸びるんじゃないかっていうので、まあそれでねちょっとねトータルではあんまりあれなんですけど、もしかしたら瞬間的な火力だとまあそこそこなのかなって、どうなんでしょうね、わかんないですけど、で編成見る前にまずボスの特徴を見ますか。まあ、さっきその状態上スタックによってボスに与えるダメージが変わるっていう話をしたんですけど、お知らせのこのボスの特徴にも載っていますね。モンスターの、状態上スタック数に応じて与えるダメージが上昇すると。でこれが、やけど出血の状態耐性があるんですけど、これは出血とかやけどの、状態上ブーストっていうやつですね。まあ、こういうやつ、これ出血ブーストなんですけど、まあ、これで 50% 低下って書いてあるんですよ、耐性が。で23層フロアボスの出血耐性やけど耐性が 50% なんで、これで、まあ、なんとか状態耐性が突破できると、まあ、いうことで、それで、1人ね、状態上維持係っていう、4種ね、維持してもらう係が必要で、まあ、俺は火力やるときに、最初だけ裏セット探検にして、状態上スタックをのね、初動補助っていうのかな、スタック上げの、まあ、スター上げとか言われるんですけど、まあ、それやってから裏セット弓に切り替えて、まあ、さっきと同じようにミトアクセル打ってから、まあ、弓コネクトっていう風につなげて、で覚醒して表に戻してアクセルっていう感じでやってますね。まあでも本当一人でスタック上げるのが超早いみたいな、維持も全部できますよっていう人いたら、そのままさっきと同じようにね普通に火力やる感じですね。でダミズブレイクがあるのか、まあ、片手コンブレイクはねするまでもなくねする前に終わっちゃうんで、ダミズブレイクは、まあ、できるんだったら、まあ、やった方がいいんですけど、与えるダメージがね増えるんで、なんですけどこれもしできたらクリティカル耐性が確か 300% ぐらいなんで、もしかしたらですけど何らかの方法でクリティカル耐性が突破できるかもしれません。そうするとね、虹のクリダメインゴットとかダンジョンインゴットとかクリダメ上昇、あと心眼とかいろいろ使えると思います。あとはね、ブレイク中にクリダメが上がるとか、まあでも確かダミズのバースト系であれあったっけ、なかったかな、忘れた。でスキルブレイク可能な攻撃、さっき、ね、ブレイクタイマーが来てるのを 見たと思うんですけど、ブレイクタイマーが終わった瞬間かな、いや予備動作でって書いてあるけどね、なんか終わったあたりだったかな、なんか攻撃力上昇のなんか50スタックだっけ、何十スタックか忘れたけどつくんですよ。それを、まあ、セイローランサーリーファとかトラブルラビットシリカーみたいな感じで
消していかないとタンクが耐えるの死ぬほどきついよっていう感じ、死ぬほどっていうか死んじゃうですけど、まあ85層みたいな感じですね。でだいたい HP 半分とか4分の1あたりでそれが来る感じですね、ブレイクタイマーで。ブレイクすることでうんたらかんたらとか書いてあるけど、あ、まあ、あとはいいか、あ、一部の攻撃で覚醒ゲージが減少する、これわかんないな多分減ってるんだと思うけど、ほぼアクセルでやってるんでわかんない。あとはね、火力はね、麻痺耐性スキル必要かっていうと、まあ、そうでもなくて、麻痺を食らうような攻撃ってタンクにしか行かないんで基本、まあ、真横とかにね間違って行っちゃうと食らっちゃうんですけど、前方にしか多分来ないんですよ麻痺の攻撃って。だからまあこういう耐性系のスキルはそんなまあいらないかなっていう感じですね。まあタンクは必要、ただ麻痺の攻撃はタンクが完全に避けれるなら麻痺耐性いらない。でも相当上手くないときついんで、もう本当によほどのタンク自信ないと、タンクの自信よほどないと麻痺耐性は入れた方がいいのかなって思います。まあ基本的にはチャーミングレディアスナだけでいいのかなって思うんですけど。では、次に、私の編成を、見ていきますかね。火力なんですけど、この前の動画で言った気がするんだけど、なんでこの、装備セットにお茶会アリスとか入ってんの、バカじゃねえのって思う人いるかもしんないですけど、これ覚醒セットじゃないんで別に覚醒しないじゃないですか。で、アリス条件満たすためだけに入ってるんですよ。なんでかっていうと、水のパワーライズがこれしかなくて、で、これがアリス3枚条件なんで、まあ、これが入ってる感じなんですけど、まあ、正直、水パイルが入るんで、これアクセル中に、水アクアパイルですね。一発撃つとスタック9で入るんで、で、これがあるのであれば、この、まあ、水と、なんていうの?水溜め上昇、まあこれが 23% か貫突してないからなんですけど、これさ、まあ、抜いてもいいかなって。しかもこれ貫突してなくて攻撃力660上昇で、で斧って固定値が重要なんで、もしかしたらこれ抜いて他のスキルを、まあ、入れた方がいいかもしんないですね。これはちょっと悪い編成かもしんないです。で、まあこれですね、これが本当に今斧ですごい、まあ、主力となっているフルバーストで、まあ、ステ3で当たるやつなんで、まあ、かなり狙うのが厳しいやつで、で前半効果しかないんですけど、ミッドアクセルのバフが乗ってれば火力は全然出るんですよ。流動ダビバフっていうこのスタックバフが強くて、自分の残り HP が多いほどってやつで、確か最大で攻撃力 200% ぐらい近くなるのかな、忘れたけど、なんか一発 2% ぐらいだったような、1スタックくらいだったような気がする、忘れたけど。であとはこれ自分を凍傷にする効果があるんで、エギル本当は4枚入れたいんですよ。で4枚入れて自分を凍傷にすると、これが凍傷、自分の凍傷スタック数に応じてダメージが上昇する効果があるんで、まあ、それでダメージを上げていきたいっていう感じなんで、本当は入れたいんですけど、まあ、このアリスとかね抜いてね、まあ、エギルに、まあ、しようかなって思ってるんですけど、これがねエギル4枚がちょっときついんで、これも入れたいけど、これフレームコンバージョンで水溜めが低下するんで、まあ、これ水溜め低下してでもこれ入れるみたいな人もね、まあ、いるらしいんで、まあ、それもちょっと試してみようかなって思います。あとこれ自分が凍傷にする効果がミッドアクセルについてるんで、まあ、こういう効果もね、まあ、水溜め上昇なんで使えなくもないし、もしブレイクしたらもしかしたら、まあ、クリティカル出せることもあるかもしれないんで、この心眼が、まあ、生きてくる場面ももしかしたらあるかもしれない、覚醒したらだけど。であとはまあ、ソードスキルはいいか。そしたらパワーライズ4ですね。まあ大体持ってる人は入れると思うんですけど、パワーライズ4、俺これしか持ってないんで、まあこれ、うん、まあ入れてるって感じですね大体強いから入れるみたいな感じありますけど、
もうなんかテンプレとか言いたくないけど、ほぼなんかさ、こういうの、まあ、できればアクセルの小春のパワーライズ4ってちょっと前に出たんですけど、それの方がアクセル延長もついてるし、ブレイク増加もついてるし、圧倒的にそっちがいいんで、もしあったらそれ、まあ、小春のスキルでもあるんでね、そのアクセルのちょっと前に出たやつはね。小春の、なんだっけな、アクアブーストだっけな、水ダメだけが上がって、それ以外上がんないよ、低下しちゃうよみたいな、パワーライズ3があったと思うけど、その小春条件も満たせますね。新しく出た小春のアクセルアビリティ。あとは、水戸バースデーガチャで引いたやつですね。ガチャ動画は多分残ってると思うんですけど、まあ、これね、全部ね、発動すれば、まあ、強いって感じで、まあ、ダジャメ ダ属性弱点ダメ、ダジャメと水ジャメが 水ダメか 上がるんで、まあ、入ってますと。で、これですね、これ。俺がアクセルの時代来ると読んで引いたこのスキルですね。これがアクセル発動中に攻撃力が、まあ、最大で25%ですか。で、上がってアクアコンバージョン5なんで4と被らないと。で、しかもアドバンストルーパーで固定値がついてて、斧を使う場合にすごくいいと。で、これで、あとは、まあ、なるべく、まあ、指輪は固定値系をつけるってことでなんとなく入れてるけど、これが正解かわかんない。多分正解な気がするけど、わかんない あと、土の指輪入ってますね。これも固定値だから入ってるんですけど、もう水の指輪でなんかいいのあったら、まあ、つけるけど、まあ、今のところこれかなって、まあ、とりあえずつけてる感じですね。で、インゴット、なんかたまたま水の弱点ダメインゴットが、虹インゴットがね、あったんで、これ入れてます。で、インゴットなるべくね、攻撃力固定値のものを、入れてます。攻撃力固定値のものを入れてます。まだカオス155なのが恥ずかしいんですけど、入れてます。で、やっと裏セットの弓の、解説になるんですけど、まあ、筋力増強バフは、まあ、ついてたら、維持できたらラッキーくらいで、まあ、パーティーメンバーが筋力増強を打ってくれたりすることもあるんで。で、3つ連結してあるんですけど、これは勝負師が入ってるんですけど、まあ、20秒間だっけ？しか持続しないんで、まあ、最初のフルバーあたりまで入んのかな？俺よく見てないですけど、まあ、入ればいいなくらいの、入ればラッキーくらいの感じで入れてて、で、これがなんで、この3枚が入ってるかっていうと、スイッチ値が高いんですよ、スイッチ値が。1枚あたりの、そのスイッチ値が高いやつばっかり選んでいて、で、なんでスイッチ値が高いのがいいかっていうと、やっぱりアクセルってスイッチ2段階貯めてからじゃないと、できないんで、そういう点で早めにスイッチを貯めていく。あ、これ3枚一番上並んでますね、スイッチ順で。そうとすると。なんでこれが入ってるのと、まあ、これがね、レイン系って言って、このターゲット位置ってやつですね。攻撃タイプがちょっと遠くでも当たるってやつで、で、コネクトの3枠目は、なんて言うんだろう、ソードスキル打った瞬間、なんか通常攻撃をこう、なんて言うの、通常攻撃ボタンこうやって押し続けると、敵になんか自動的になんて言うの、向きを合わせてくれるっていう。まあ、俺は攻略サイトとかだとエイムアシストって言ってるやつなんですけど、それで向き合わせられるんですけど、通常攻撃ボタン長押しするとコネクトがね、途切れてしまうんですよ。ただ3枠目だったら別に関係ないんで、まあ、3枠目にこれ入れてると。あとはこれはチャージ式なんですけど、コネクトに入れるとチャージとして勝手に発動してくれるんで、まあ、入ってると。で、なぜ配布優位が入ってるかというと、さっき言ったようにスイッチ早く貯めてアクセルにつなげたいから。で、あとはなるべく、まあ、スタックブーストを入れてるけど、スタックブーストの数が少なすぎて、なぜか、まあ、こういう優位の応援とか噴光とかが入ってます。これはマジ噴光のためだけで、まあ、とりあえず入ってるってだけです。別にこれは打ちませんね、基本的には。まあ、あとは、そうですね、ボス部屋前に、まあ、セットチェンジしたりするんで、HP がほぼ残ってないというね、ボスの攻撃がこっち飛んできて死んじゃうことあるんで、まあ、ボス部屋入る前に、まあ、弓にこれが入ったまま、まあ、回復して、
で、最初ミッドアクセル打ってから裏セットの弓切り替えて、あの弓でコネクト打つっていう話したと思うんですけど、コネクト打ってる間も、まあ、回復アイテムとか打って回復とかできるんで、先制維持と回復アイテム強化どっちもあるっていうのが魅力的だからつけてます。これ最初噴光にしてたんですけど、覚醒するまでに死ぬっていうこともあったんで、俺が下手っていうのもあるかもしれないけど、まあそれで入ってるのと、一応ね、あの弓では火力出すわけではないんで、当初耐性入ってると。ちょっと前までは麻痺耐性入れてたけど、まあ麻痺は基本来ないってことで、まあそうですね、あのこのユイの応援とか、あの戦線維持シリカとかを入れるようになりました。あとは、まあ、指輪は何でもいいと思ったんで、まあ、回復はとりあえず、まあ、入れてる感じですね。で、後半のセットなんですけど、まあ、もともと俺これ、なんていうの、ミッドアクセルを、ミッドでアクセルしてそのまま殴るみたいなのが主流っていうのを知らなかった時に作ったセットだったんですけど、あ、これなんでキリト2枚入ってんだ。まあいいや、で、これが、なんかたまたま作ってあって、で最後なんかそのノラパ最初に参加した時に最後ちょっとあの HP が削りきれてなかったんで、これにセットチェンジして覚醒して削ったっていうのがあって、それからなんかまああの強い人にそれを言ったら、あ、それ後半用のセットも作っててすごいって言われたんで、あ、これが後半用のセットっていうやつなのかと思って、まあ残しておいてる感じで、まあ、ここはねパワーライズいろいろ迷ったけど、なんかもうこの2枚入ってて、本当はこんなね歴戦とか入れたくないんですけど、なんか入ってますね。あの他にいいパワーライズさんがなくて、まあそれでしょうがなく入れてるっていう感じです。ここは基本的にさっきと同じ、まあ、これは風関係ないんだけど、キリト2枚で攻撃力 20% と、まあ、非戦が入ってるから、まあ、とりあえず入れてる。これはまあ、キリトで強いアビがなかったんで、とりあえず入れてるっていう感じ。まあ、こういうのもね、エクスプレスシリカとかね、入れるのも考えたんですけど、ちょっと編成の枠的にいろいろ大変なんで入れなかったと。で、モッドですね。このモッドがエギル3枚条件で、こう、固定値が上がると。で、固定値強いんで、でも、ただ、この、どうなんだろうね、あの前半効果みたいな攻撃力 250% とか上がるわけじゃないんですけど、なんかまあ強いっちゃ強いのか。で、この博学の振動優位ってなんかすげえ弱そうに見えるじゃないですか。実はこれすっごいダメージ上がるんですよ、実はねなのでこれ入ってます。で、一刀両断アスナ1枚入ってます。これがなんで、まあ、ダメージ上がるかっていうと、なんかもうずっとインしてない人で、もしかしたら引退したんじゃないかっていう人がいるんですけど、その人に教えてもらったダメージ計算式で説明がつくんですけど、ちょっともうバラしちゃっていいかな、もうバラしちゃうよマジで。もう引退したの、戻ってこないの、じゃあバラしちゃうよマジで、早く戻ってこないとまあそういうね、まあ、ダメージ計算式があるんですよ。まあそういう理由でね、実はダメージが出るっていうね。まあ、なんでかっていうのは細かく言えないんですけど。あとは後半用のセットなので、HP 依存効果とか入ってるやつあるけど、これあんまり大したことない感じします。あとは、まあ、ミトが覚醒セットなのに入ってるんですけど、これは、ミトの竜頭ダビバフを維持するために入ってるのと、まあ、これはね、当然、バースト溜まったら、打てるし、まあフルバーストタイムがね回復したら、その後ね本当にもっと長期戦になった場合とかだけど、パーティーが相当弱くてね、でそういう時に打てるので入ってます。で、後半は片手再建セットにも切り替えたりするんですよ。まあ、さっきの動画ではやってなかったかな、さっきの動画の時点では。で、片手再建で、まあ、覚醒とかはしないんですけど、もし片手再建で最初始める時のために、まあ、始めるんだったらっていう感じで、まあ入ってる。まあこれはね、凸プロテクトって打属性弱点の敵って意味なんで、まあ火ダメ軽減なんで、死なないようにね、入ってたり、回復入ってたりとかあるんですけど、これで、まあここの最初のは関係ないんですけど、みずみずって打つと、エギルのバーストの条件が、まあみずみずダーになってるんで、もうここの、まあ、みずみずの部分だけ満たせれば、あとは斧セットに切り替えて打属性打ったりとか、まあ、それか、まあ、片手再建は片手武器なんで、まあ、盾が装備できると、
で、盾が装備できるっていうことは、あの打属性弱点ダメージが伸びるデバフの盾リーファっていうのがあるんで、あのこれでダジャメ上げて、まあ、あの盾リーファで最後満たすっていうのと、あとこれアクアパイル、これでさっきね維持するって話したんですけど、これでねなんとか維持すると、で小春4枚やるとなぜかと自分投手をあのつくデメリットがあるんで、それでね自分投手にでもできるけど小春のいいスキルがないんで、まあこのままになってますっていう感じなんですけど、あとは、まあ、探検の、まあ、初動補助の装備セットとかもあるんですけど、これなんかたまたまアクアパイルで一発撃つと、あの毒状態の敵に、だから毒入れてくれた後にこれ撃つと蜂もね一発でだけで毒化してくれるんで、まあ入ってたりとか、まああとはこれがあの筋力増強ついてて、でコネクトチェーン効果が敵にかかってる状態上スタックを50、15って上げてくれるんで、あとこの随地の情報やアルゴ、これがスタック3増加させる効果あるんで、これも入ってたり、まあ視聴員これ入ってるんで入ってたりとか、まあ、あの最初その状態維持を維持してくれる人がいるときをですね、だからスタック最初上げて初動を早くするみたいな、初動補助のため、あとはこれがスイッチで凍傷にする効果がついてて、これがスイッチで出血にする効果がついてるんですけど、最初スイッチ打ってるとか悠長なことしないんであんまり意味はないです。ほぼまあこれくらいしかあんまり使わないですね、このセットでは覚醒しないし、まあこれ当初耐性こっちにもついてるっていう感じで、であとは最近野良であったんですけど、なんかタンクやってるけど聖狼ランサーリーファとかトラブルラビットシリカ持ってないっていう人がいたんで、まあこれでなんかその最初探検のスタック上げの補助やった後に聖狼ランサーリーファ、あのブレイクタイマー来たら入れて、で覚醒のこっちのセットでちょこちょこ火力出すみたいなことも、まあ補助的にあのしましたね。まあパーティーが十分強かったんで、まああとはね、あの申し訳程度に防御弱化3デバフ入れたりとか、まあなんか正直何していいか分かんなかったんで、ほぼこれのためだけに、まあ、作った装備セットではあるんですけど、あとはね麻痺耐性もね一応ね入れてるけど、あんまり意味ない気はしますね。で大体ね編成の紹介はそれぐらいですね。うん解説になってるかなこれ。まあこれ以上ちょっと喋るんで動画、あ喋るとね動画が長くなりすぎちゃうんで、まあこのあたりにしときますかね俺これどうなんだろう、なんか一応そこそこ火力、そこそこっていうか結構火力出る方らしいんだけど、野良だと。だけどなんか今までずっとやっぱ雑魚扱いだったんでいまいちなんか自信がないんですけど、うん、でもなんかやっぱちょっと自分が火力やってる削れてる気持ちいいみたいな思うとね、やっぱ楽しいですね。いろいろあのセットチェンジとかしまくってこねくり回してると、なんかあのコンボ決めてるみたいで、なんかそのあー俺ゲームやってるって感じがねすごくして楽しかったです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。